青柳文蔵は宝暦11年1761年に現在の岩手県一関市東山町松川で医師の三男として生まれました。父が塾も開いていたので文蔵は幼い頃から書物に親しんでいました。一人で本を読み字を書き写すことが好きな少年でした。文蔵が16歳の時、父は医者の仕事を継がせるために登米郡毎屋、現在の登米市東和町毎屋の医師のもとに修行に出しました。文蔵は医師のもとで修行に励んでいましたが、18歳の時、医師の仕事を継がせようとしている父には感謝している、しかし医師は民衆を思い慈しみを持たなければならない、技術だけではダメだ、父への恩返しのためにももっと勉強しようと心に誓い、儒学を学ぼうと江戸に行くことにしました。江戸に出た文蔵でしたが、お金がないので読みたい本も買えず、思うように勉強することができませんでした。文蔵は学問をするために江戸の医師のもとで働くことにしました。しかしやはり医者は民衆を思い慈しむために仁を学ばなければならない、私は人としてどうあるべきかを学ぶ必要があると考え、再び儒学を学ぼうと医師としての道を考え直すようになりました。それからの文蔵は塾を開いて近所の子どもたちに読み書きを教えたり、農作業を手伝ったりと、いろいろな仕事をしながら細々と生活しました。その頃江戸では天候不順や大地震、大火事、火山の噴火などさまざまな天災に見舞われただけでなく、飢えで大勢の人々が亡くなるなど、世の中が大変不安定になっていました。文蔵は生き延びるために必死で働きました。極めて貧しい生活を送りながらも儒学を学ぶ意欲を失わず、少ないながらも得たお金で本を買い勉強していました。そんな時、人生に大きな影響を与える本に出会いました。それは当時の裁判の様子が書かれたもので、144の名判決を集めた東院秘事という中国の本です。文蔵は何も知らない庶民は訴える方法も知らず泣きくれている、法律を勉強し困っている人々の味方になろうと決心したのです。その後文蔵は久慈市、現在の弁護士のような職業になることを目指して努力を重ね、広く名前を知られるようになりました。文蔵は久慈市としてたくさんの収入を得るようになり、さらに質屋なども営み大きな富を成したのです。時が過ぎ、文蔵は69歳になっていました。これまでずっと文蔵の心にあったのは江戸にやってくる時の決意でした。こうして富を成し書物に囲まれてはいるが、思うのはふるさとのことである。偉業を継がせようとしてくれた父に感謝しているし、残り少ない人生だからこそ何かふるさとのためになることをしたい。江戸に来て貧乏のどん底だった文蔵、読みたい本も買えず思うように勉強できなかった頃が思い出されます。そして文蔵は学問への志を抱きながらも達成できない人々に、自分の蔵書を読んでほしい、身分や地位に関係なく誰でも利用できる、誰でも読むことができる文庫を作りたい、それが父母、そしてふるさとに対する恩返しであると考えました。
当時、自由に書物を読むことができたのは、身分や地位の高いお侍や学者などに限られていました。身分の低い人は、勉強したくても、その願いが叶えられない世の中だったのです。文蔵が儒学者を志して集めた蔵書は、2万余巻にも上りました。そこで文蔵は、それらの蔵書を集めた文庫、図書館を作ることを思い立ち、運営基金としての千両、現在の約5000万円とともに仙台藩に献上することを願い出たのでした。その願いは叶えられました。仙台藩から許可が下りた時、文蔵は自分の志が殿様に通じたと思いました。仙台城下の百鬼町、現在の東二番町に青柳文庫が建てられました。そこには2万50巻ほどの蔵書がありました。仙台藩は役人を2人置き、貸出帳をつけて管理しました。武士や町民、女性、お坊さんなど、身分、性別、年齢に関係なく、多くの人々が青柳文庫を利用したということです。郷里の松川にある青柳荘紀碑に文蔵が書いた文章が残っています。文蔵はその中で青柳文庫のことに触れて、書、すなわち我の剣子孫なりと書いています。この言葉には、書物を読むことで人として知らなければならないことや、人としてしなければならないことがわかる。私が残す書物を読んで勉強する人が出てくれば、書物こそが私にとって親孝行な子供たちだ、という文蔵の思いが込められています。集めた書物を後世に伝えていきたいという文蔵の願いが、文庫と石碑に残されることになったのです。青柳文庫は日本で最初の一般の人々が利用できる図書館と言われています。医学、法律などの専門書や歴史書、詩歌、小説など幅広い分野の書物が保管され、人々に利用されました。残念ながら青柳文庫の建物は昭和20年1945年の戦災で焼失してしまいましたが、当時の書物の一部は今も宮城県図書館や宮城教育大学に保管されています。